街だ、海だ。気持ちいい。何食べたの？かき氷。わー、真っ赤だ。楽しいです。夏といえばこちら、海水浴でもこの暑さで異変が。例年の半数行ってないぐらいですかね、 40% ぐらいと思います。愛知県南知多町の宇都宮海水浴場、コロナ明けの去年はおよそ20万人でにぎわいましたが、今年はその半分程度にまで減っているといいます。暑いですね、下は。暑い、はい、暑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 いね。今年減ってるのはもう圧倒的に天候だと思います。やっぱし30度後半、40度近くなってくると、やっぱしみんな熱中症とか危険性が高まってくるもんで、ちょっと控える方も多いですよね。この日も東海地方で軒並み35度超えの猛暑日。暑すぎて客足が遠のいていました。一方で来る人が減っても減らないのがコスト。砂浜の整備費用は10年前80万円でしたが、物価や人件費の高騰で今年は250万円と3倍以上に。この事態に観光協会も。全国でまだ例がないんですけれども、ビーチの有料化っていうのはもう必然やと思います。このままだと海水浴場全体が有料化される可能性もあるというのです。さらにあの出来事も影を落としていました。来るの本当に迷ったんですけど、本当ずいぶん前から予約してあって、もうそう楽しみにしてたので。避難経路はうちの妻が見て調べながら、はい、来ました。今月8日宮崎沖の地震を機に国が発表した南海トラフ地震臨時情報。海に行くことを不安に思う人も。こちらがね、津波の防災マップ、この2カ所ですね、避難所になってます。みんな連れて避難してきます。訓練した人たちがお店を運営しながら、何かあった時に全員で避難をしていくという形を取った方が得策やというふうに判断しました。この臨時情報で4つの海水浴場を閉鎖していた三重県紀北町。しかし今日午前、一番大きなふるさと海水浴場が一転ビーチを開放しました。昨日まで閉まってるの分かってて、あえて来ました。それでも、でも空いてて嬉しいです。このお盆時期ですね、かなりお客さんが来庁される、まあ、予定もあったように聞いてます。注意情報は出ている状況なんですけれども、避難所もですね、ご案内できるようになりましたので。ここは南海トラフ巨大地震で最短9分で津波が到達する場所ですが、監視人を置いて、避難経路を案内するなど対策が整ったとしてオープンを決めました。残る3つの海水浴場もあさって15日までには全て再開する予定です。まれに見る暑さと初の南海トラフ地震臨時情報。例年とは違う2つの出来事で揺れる今年の夏です。